通常心臓発作は心臓を包む動脈の炎症性変化によって起こります。欧米では主な死因の一つです。歯周炎などの口腔内の炎症性病変は動脈硬化や糖尿病などの疾患の発症や経過に影響を与えるのでしょうか。支えている歯周組織の破壊的炎症反応を引き起こす細菌が原因となって歯周病が起こります。その結果、歯根周囲に潰瘍化した歯周ポケットが形成されます。この潰瘍化した傷の面積は5から20平方センチで、大きくなるとその大きさは手のひらサイズに匹敵します。この潰瘍化した部位から歯周病菌が食事や歯磨きのたびに歯肉の血管に侵入します。その歯周組織で産生された炎症物質が血流に放出されます。細菌と炎症物質が全身に広がります。こうして歯周炎は口から遠く離れた重要臓器の健康に悪影響を及ぼします。血管を裏打ちしている内皮細胞へ侵入する細菌がいます。細胞内に侵入し免疫系を逃れたこれらの細菌はそこで増殖し、血管壁を構成する他の内皮細胞に感染します。内皮細胞は細菌を認識し、炎症を促進する物質を産生します。そして、単球が接着できる分子を内皮細胞の表面に作ります。これにより、血液中を移動する単球が引き寄せられ、内皮細胞に結合します。細菌に感染した内皮細胞の一部は死に至り、血管の弾力性が失われます。このいわゆる内皮機能障害が動脈硬化の第一段階となります。動脈硬化発症の次の段階では脂肪洗浄と呼ばれる病変が形成されます。白血球が血管壁へ移行してマクロファージへと変化し、悪玉コレステロールを取り込んで泡沫細胞となります。歯周病菌がこの過程を促進し、血管壁にさらに多くの脂肪を沈着させます。泡沫細胞は徐々に死に、沈着した脂肪の中に死んだ細胞の塊ができます。 T リンパ球などの他の免疫細胞が死ぬにつれて、この塊が大きくなります。その結果、動脈が狭窄し血流が低下します。
例えば冠動脈がそのような影響を受けると心臓の組織が十分な栄養素や酸素を受け取ることができなくなります。歯周炎の原因菌は下層の結合組織を攻撃する物質をさらに増加させます。この組織損傷の結果、血管の沈着物は壊れ、傷が残り、そこに血液が固まって血栓ができます。この血栓がさらに血管を狭め、完全に閉塞することもあります。その結果、心臓発作や脳卒中が起こる危険性もあります。損傷した内皮細胞が産生する炎症物質が血流を介して全身に広がります。血中の歯周病菌が広範な炎症反応を引き起こし、さらに動脈硬化を進展させます。歯周炎が引き金となった全身の炎症反応は血糖値の調節にも影響を及ぼします。血糖値が高いと、それを下げるために膵臓がインスリンを産生します。通常血液中に現れたインスリンはインスリン受容体と結合します。この受容体にインスリンが結合すると、糖が細胞内へ取り込まれます。こうして血液中の糖は食後、細胞内に吸収され、エネルギーとして処理、または蓄積されます。そして血糖値は下がります。全身に炎症があると、このメカニズムを障害する物質が形成されます。これらの物質はインスリンの結合を抑制して細胞への糖の取り込みを低下させます。このため血糖値は高く維持されます。歯周炎の結果作られる炎症物質がここにも関与していると考えられています。重度の歯周炎は糖尿病がなくても血糖値を上昇させることがあります。インスリン受容体は恒常的に刺激されるとスイッチが切られた状態になり、インスリン抵抗性と呼ばれる体の細胞がもはやインスリンに応答しにくくなります。糖尿病がすでに存在する場合は、歯周炎が血糖コントロールを困難にし、腎臓病や心臓病など糖尿病の晩期合併症のリスクを増大させます。逆に糖尿病が歯周組織の状態を悪化させることもあります。ここでは糖とタンパク分子からなる化合物が関与します。例えば酸素を運搬する赤血球のヘモグロビンに血液中の糖が結合します。その結果生ずる糖化されたヘモグロビンの量が糖尿病の診断と管理に重要となります。高い血糖値が続くと、その過剰な糖に他のタンパク質も結合し始め、歯周炎などの炎症性合併症を別の形で促進する終末糖化産物 AGE が作られます。 AGE は例えば結合組織の繊維と過強結合します。これによって
口腔やその他の部位の組織の修復が困難となり、早梢治癒が障害されます。AGE が白血球や血管壁の細胞など体の細胞により認識されると、炎症の原因となる物質が形成されるようになります。これらの炎症物質は治癒の過程を妨げるだけでなく、炎症細胞を呼び集めます。この両方の要因が刺繍組織の破壊を加速します。刺繍炎は喫煙、高血圧、高脂血症とともに循環器病のリスクファクターであることが研究で示されています。糖尿病との関係では両者が互いに悪影響を及ぼし合う可能性があります。そこで刺繍炎の治療に成功すれば、口腔の健康だけでなく全身の健康も改善することが期待されます。特に動脈硬化の第一段階である血管内皮機能障害は刺繍治療の成功により改善します。刺繍炎の治療が成功すれば、多くの症例で高脂血症だけでなく血糖値も改善します。血液中の炎症物質の減少がこの成功の鍵となり、体内の炎症の悪循環を断つ重要なステップとなります。